あのな、おっさん、うちん店はおさわり厳禁なんだよ。入り口に張り紙してんだろうが。ですから触ってませんって。あ、嘘つくんじゃねえ。女の子から苦情が来てんだよ。いた、田代くんだ。おお、マジでいつもあんな格好してんだ。ちょっと感動。あ、てめえはヤガミ。組の的の顔ぐらいは分かってんだ。うるせえ。あの、私はこれで。だ、待ちやがれ。くそ、お前のせいで逃げられたじゃねえか。どうせ変な因縁つけて金巻き上げようとしてただけだろ。あの客が本当に追い出してたのかどうか怪しいもんだぜ。は？マジだし。あ、動揺してる。こりゃ図星だね。な、こういうやつなんだよ。だから追いはぎされても文句は言えねえ。追いはぎ？何のことだよ。君が着ているその服、ちょっと貸してくれない？ざけんな！これいくらしたと思ってんだ？知らねえよ。けど、そんなに高価な服着て歩いてちゃダメだろ？こんな危険な街でよ。今すぐ脱げば痛い目見なくて済むし、こっちも綺麗な服が手に入って大助かり。つまりウィンウィンってやつ。乗っといた方がいいんじゃない？なめんじゃねえぞ。そんなにこの服が欲しけりゃ力ずくで奪ってみやがれ。よし、さっさと済ましちまおうぜ、タボ。ああ、誰かに見られたらこっちがまずい。お、なんだこいつ、結構金持ってんな。財布ん中札でパンパンだぞ。ちょっと、それに手つけたら強盗だよ。はいはい、分かってますよ。っていうか、服はいいのか？だから借りるだけって言ってるだろ。元弁護士が言うなら信じるよ。見立て通り、サイズもちょうどだな。似合ってるぜ、多忙。嬉しくないって。よし、それじゃあ盗聴器を仕掛けに松金組の事務所に向かうぞ。あ、海藤さん、田代君のことを頼める？ああ、どうするつもりだ？さすがにこの時期すっぱだかでほっとけないでしょう。お優しいことで。ま、面が割れてんのは俺も同じだ。言っても役には立てねえし、仕方ねえ。よろしく。ターボ、下手打つんじゃねえぞ。大丈夫だって。もしもし。って、うわ、何その格好。うるさいな。田代くんの服だよ。オッケー。それじゃあ松金組の事務所前で合流しよう。わかった。すぐに行く。
杉浦、待たせたな。おい、杉浦。人違いじゃないですか。ダメだ、笑っちゃう。お前、ふざけんなよ。だってしょうがないじゃん。その格好、想像以上に破壊力すごいよ。お前が潜入したっていいんだぞ。ごめんごめん。とにかく変装はバッチリだね。ああ、さっさと済ませよ。八神さんが事務所の中に盗聴器を仕掛けたら、こっちですぐモニターするから、設置が終わったらすぐに脱出していいよ。わかった。それじゃ、準備はいいね。いや、もう少し準備する。そう、八神さん。ああ、問題ない。お前マジで覚えとけよ。相変わらず活かしてますね。今度俺にもいい店を教えてくださいよ。おう、田代か。エメラルドヒルズの揉め事ちゃんと解決したのか。まあ今は八神の件で組中が大変なんだ。それくらいはお前らで片付けてくんねえとな。ああそうだ、お前ちょっと留守番しててくれ。コンビニ行ってくるわ。5分くらいで戻るからよ。
もしもし、こちら八神、聞こえてるか？大丈夫、拾えてるよ。早くそこから抜け出して。了解。おい田代、お前何してんだ。親父の部屋勝手に入るんじゃねえよ。何かあったら当番の俺の責任になっちまうだろうが。おい、なんとか言えよこら。しかとこいてんじゃねえぞ。てめえは八神？ああ、バレちゃったか。そっちからぶっ殺されに来るとはいい度胸だな。うん、貸して返すな！やっちめえ！せやっ！逃げられると思うな。これでてめえはおしまいだ。ちょ、待てよ。それ銃刀法違反でしょ。やかましい。更新入だろうが。あ、くそ、どうすりゃいいんだ。な、停電か。チャンス。危なかったね、八神さん。さっきの停電、お前の仕業か。盗聴器のおかげで全部聞こえてたからね。とっさにビルのブレーカーを落としたんだ。そっか、助かったよ。もたもたしてたら応援が来るかも。早くこっから離れよう。ああ。もう大丈夫だ。盗聴器はちゃんと動いてるか？ちょっと待った。そのイヤホンで盗聴？そう、大丈夫、ちゃんと動いてる。お、早速組員がどこかに電話してる。やったね。電話の相手羽村だ。今の騒ぎを報告してる。羽村の居場所はわかるか？ちょっと待って。ん？長藩って、長藩博打？神室町の賭場みたい。でも長藩博打の賭場ってどこ？餅は餅屋に聞けだな。賭場の場所ならギャンブル好きに聞けばいい。あ、地下カジノ？恋女房の下の。あそこの連中ならわかるんじゃないか？なるほどね。となると、ああ、あとはもう俺一人で大丈夫だ。わかった、ありがとな、助かったよ。Shit!
ったく、時間食っちゃったよ。またな。結構簡単じゃないか。これなら大儲け確実。何買おうかな。ちょっといいですか。え？あ、はい、何でしょう。カムロ町で超反博打ができる賭場って知りません？超反博打？いえ、知りませんけど。あ、そうですか。お邪魔しました。初めて来たんですけど、カジノって儲かるんですね。チップが次から次に増えていくんですよ。あの女、いい尻してんな。ちょっといいですか。うん？何？カムロ町で超反博打ができる賭場って知りません？超反博打？ああ、チャンピオン街のあれのことか。確かに普通じゃ入れない場所だからな。あ、知ってるんですか？どこにあるのか教えてほしいんですけど。まあ教えてやってもいいけど。けど？あそこの女、いい尻してると思わない？確かかになかなかですね。で、それが何か。あの子と飲みたいんだよ。兄さん、あの子に声かけてきてくんない？なんで俺が。そりゃイケメンが誘った方が成功率高そうだろ。そこんとこ俺は謙虚なんだ。しょうがないな。じゃあうまくいったら教えてくださいよ。ちょっと横いい？どうぞ。ここをよく来るの？ええ、お酒とギャンブルが好きなの。それといい男。いい男？一度映画みたいなセリフで口説かれてみたいわ。何を飲むの？マティーニ。勝負前はいつもそれ。ウォッカマティーニをステアせずにシェイクで。そうよ、映画に詳しいのね。俺におごらせてくれないかな。仲間もいる。一緒に楽しもう。お酒だけ？え？言ったでしょ、私ギャンブルも好きなの。ヒリヒリするような熱い勝負が好き。ポーカーで私に勝ったらいいわ。付き合ってあげる。よし、決まりだ。さあ、準備はいい？ああ、やろうか。楽しませてよね。
私の勝ちね。しょうがない、勝負は時の運だ。あら、潔いのね。流れが読めれば勝てはしなくても大きく負けることはないだろう。分かってるじゃない。あなたとなら長く遊べそう。いいわ、一杯だけ付き合ってあげる。本当に？それじゃ乾杯しよう。おいおい、なんで兄さんが彼女と楽しんでんだよ。勝負は俺の勝ち。彼女と飲めるぞ。酒を持って席に行くんだ。本当か？オンに切る。その前に長範博打ができる賭場について教えて。ああ、それならチャンピオン街だ。一軒だけ看板が出てない店があるからすぐにわかる。看板が出てない店で、シャッターをゆっくり3回ノックするんだ。するとご用件はって聞かれる。そしたら合言葉を言うんだ。大月は元気かってな。ノックして合言葉と。次にステーキを食べたいそうですと言われたら、シャトーブリアン、ブルーレアでと答える。それで中に入れるよ。賭場は地下にあるんだ。ありがとう、助かったよ。よし、それじゃ乾杯だ。いや、俺は遠慮しとく。すぐに行かなきゃ。なんだよ、釣れないな。いい尻なのにもったいね。ああそうだ、彼女にはウォッカマティーニだから、ステアせずにシェイクで。なんだそれ、合言葉か。よう、タボ。カイドウさん、杉浦からここだって聞いてよ。どうだった、羽村の居場所分かったか。ああ、チャンピオン街の賭場だった。本当か。賭場ってチャンピオン街のどこよ。一軒だけ看板の出てない店があるって。そこから地下の賭場に入れる。へえ、そうか。なあタボ、お前羽村を見つけたらどうする？とりあえずこれまでの鬱憤晴らさせてもらわないとな。ずいぶん手間かけさせられてる。ふん、正直もうモグラの話なんて二の次でいいぐらいだ。同感だ。やっぱりお前は話が早くていいよ。行こう。貸した。しばらく寝とけっての。わっ、なに。タボ、ん？賭場につながっている店ってここじゃねえか？どこにも店の看板が出てねえぞ。ご用件は？大月は元気か？ステーキを食べたいそうです。
シャトーブリアン、ブルーレアで。ご注文を受けたまわりました。どうぞ召し上がれ。よっしゃ、やったな、タモ。はあ、これ終わったら肉食べよう。次だ、次。カイトさん、駒が揃いました。よし、来い来いよ。勝負。よし、来た来た。ミゾロの勝。やっと波が戻ってきやがった。やりましたね、カシラ。どんどん行くぞ。ほら、おい、お前らどこ立ってんだ。まだ、どけ。久しぶりですね、頭。見つけるのに苦労しましたよ。さあ、行け。行くぞ、ターボ。
もう終わりですか。もっと暴れてくれてもいいんですよ。てめえら。首の金庫から盗まれた1億な。あれはあんたの差し金だったんだろ。まんまとはめてくれたな。ま、今となっちゃそりゃ二の次だ。モグラはあんたがお抱えの殺し屋だってな。全部で何人殺させた？奨励会のヤクザたちと新谷、他にもまだいそうだな。新谷は殺される前、モグラの殺しを抗争絡みじゃないと言ってた。つまりそう言えるだけの情報を持ってた。だから口を塞いだんだよな。モグラに綾部の銃使わせて。知らねえよ。新谷が掴んでたのはカムロ町の殺しと創薬センターをつなぐ何かだ。アドテック内の利権も絡んでる話なんだろ。知らねえっつってんだろうが。話せ、カイト。ぶっ殺すぞ。おとなしくターボーの話聞けや、ハムラ。創薬センターの軌道、あんたらを動かしている黒幕は軌道だな。違うのか。なんで返事しねえんだ。話す気がねえなら息の根止めてやろうか。カイトさん。軌道じゃないのか。新谷は創薬センターに電話をした時、木戸じゃなくてショーノを呼び出そうとしてた。確かに新谷という弁護士からうちに電話があったようだ。彼が電話をした相手はショーノだ。ハシキも殺される直前までショーノから情報を聞き出そうとしてた。黒幕はショーノか。そうなんだな。おい、火が出てるぞ。キス、誰か火つけたな。頭、カイトさん。手下たちがどっかに連れてった。こりゃよく助かったな俺ら。